ピピンアットマークとは、バンダイデジタルエンタテイメントが、アップルコンピューターと共同開発した、マッキントッシュ互換のマルチメディア機。名前の、ピピンは、リンゴの一品種から取られている。MacOS と互換性を持つピピノウスと、CD-ROM ドライブを搭載し、ピピンアットマーク用ゲームの他に、マッキントッシュ用ゲームも遊べるが、ハードディスクは有さず、代わりにフラッシュメモリを、 記憶装置として搭載していた。また、標準でモデムを搭載し、ダイヤルアップ接続でインターネットに接続できていた。本製品は、1996年3月から日本とアメリカで発売された。このうち、アメリカでは、ピピンワールドという名称で販売された。不審とされる、家庭用ゲーム機でも、数十万台から数百万台以上を販売していた。 当時、ピッピンアットマークは50万台を製造して、わずか4万2千台しか販売できず、世界で最も売れなかったゲーム機として知られている。マルチメディアアーキテクチャ、ピッピンに準じた設計になっている。また、アメリカで販売されたバージョンは、本体とコントローラーの色が、ダークグレーとなっているほか、パッケージも非常に簡素なものとなっている。本体背面アットマークモデムほか本製品は、 1996年3月から日本及びアメリカ合衆国にて販売された。当初は電話注文か加盟店での販売のみであったが、1996年6月15日からはモデムを別売りにしたレンカ版が各種周辺機器と同時に一般店舗で販売された。本製品は家電量販店での販売を想定していたにもかかわらず家電業界の商習慣に反して、 ディベートを一切支払わないという条件が立てられたため、本製品の販売部門の課長に就任した川口勝は、加減製品の営業実績がなかったこともあって、困惑したものの、アップルのブランド力をもって、交渉を推し進めるしかなかった。また、量販店による値引き販売を防ぐため、バンダイ側が一括で在庫を管理し、店側には発注書を渡した上で、客がバンダイに送った。 発注書の数に応じて手数料がバンダイに支払われるという仕組みが作られた。この仕組みはアップル側の担当者である原田英一行によりデジタルディストリビュートシステムと名付けられた。さらに漫画雑誌月刊少年ギャグを似て大々的な販売告知キャンペーンが行われた。発売前の1000人枠のモニターに10万4000人が応募したものの実際に 店頭で発注書を手に取った客は少なかった。コンセプトが当時のゲーム機の領域を超えたため、小売店の理解を持ったほど得られなかった。累計の損失額は約260億円となった。1998年3月13日付で事業担当市会社を解散し、予定していた次世代機も出ないまま事実上撤退した。最終的に、 全世界で4万2000台を出荷したという。失敗の主な原因として、インターネット接続によるマルチメディア機能の将来像や、具体的なユーザーの利益が全く提示できなかったこと、アップルの無理解4万9800円と高すぎたこと、ソフトが少なかったことなどが挙げられる。そういったことから、後年にはバンダイの黒歴史の一つとしても挙げられている。 1990年代前半の開発された当時としては先進的なオンラインコミュニティやボイスチャット機能の開発も行われていたが日本国内ではダイヤル Q2 によるツーショットダイヤルが社会問題化していたことからバンダイの製品がアダルト系サービスに利用されかねないと危惧した当時の社長山下誠の判断によりそれらの機能は開発中止となっている バンダイによるユーザーサポートは2002年12月31日まで続けられていた。アップルの代表的な失敗例としてニュートンと共にピピンアットマークの名前が取り上げられることがあるが、アップル自体がゲーム開発やネットワークのインフラ提供、バンダイでの販売戦略などに関わっていたわけではない。ありがとうございます。